僕はこの2年間で、いろいろなことを学びました。一番心を残っているのは視聴杯だけど、シルキーグと視聴杯までは、試合になかなか出なかったけど、その時もコーチが励ましてくれて、それが励みになって頑張れて、シルキーグと視聴杯が出なりました。中学校になってもサッカーを続けて頑張りたいと思います。終わります。淡々と話すの。これお母さんに言ったんですけど、サッカーは本当途中までっていうか、その試合にレギュラーとして定着するまでは本当出れてなくて、一番最初の方ですけど走れなかったよな、走れなかったね。でそれでもう頑張ってほしかったし、もちろんタカもそんなに近いわけでもない、そこそこやっぱ技術もあったんで、でもそれは結局それ以上乗り越えるためには自分の気持ちが最初走るメニューが多かったんですけど、それでなかなかついていかなかったね。けどそれを一生懸命頑張って、ついとか自分の甘えを克服する気持ちを一番作ってくれたのが中だと僕は思ってるんですけど、途中から試合に出れるようになって、ここからどう伸びるかなって正直思ってました。その気持ちだけじゃなくて技術だとか、みんなのためにどれだけ努力できるのか、頑張れるのか、で、やっぱ定着したのが突破というところなんですけど、皆さん見て分かってられるとは思うんですけど、ルカと同様、最後まで諦めずに頑張って、体張って、スライディングしてでも、本当に最後に最後まで頑張って、正直ここまでなってくれるとは思ってないですけど、どこで勝ったかは分かりませんけど、やっぱこれは彼が頑張った努力の結果、証拠だと思ってるんで、これを中学行ってもどこ行ってもそうですけども、サッカーだけじゃなくて人生の中で努力するって、諦めずに頑張るっていう気持ちを いろんなところに出してもらえればと僕は思います。だから、ね、頑張ってください。ありがとうございました。どうしたの？この2年間、若林のみんなと一緒にできてよかったね。一番心に残っているのは、上海の全員の時が PK を取った時だ。アメリアンの時はそんな全然飛んでたり飛んだりしてなかったけど、自分で考えて頑張って、頑張っていきたいです。
頑張って。